オートホームの、説明をさせていただきたいと思います。現在はプラス R4 というソフトが今発売されております。でですね、これはまず整形シミュレーションソフトという形になります。で今自動車の部品ですね、クロスメンバーという部品を今、データを取り込みました。で流れとしましては、ドロー整形に関するものですので、まあ、ティッピング、ここでドローでどういう状態で振ればいいのかということをここで調整します。であと材料入れていただきまして、ここに材料の入力フィールドがありますので、ここで材料入れていただきまして、次に精査ラインを決めてもらいます。精査ラインはドロー、トリム、トリム、今スプリングバックという形になっております。でここで工程計画としてドローで D20 ですね、ドローで何をやってる、トリムで何をしてる、次の工程で何をしてる、最後に何をしてるかっていうと、ここで決めてる工程です。でこの後に一応金型のコストと、ここで計算が計画を立てれば出るようになっております。はい、でまず20の工程ですが、ここで最初にここの穴を埋めています。ドローではいらないので穴を埋めています。でもう一度ここでティッピングの調整もできます。でこういうギザギザはいらないので、滑らかに境界を今作っております。これも自動でできるようになっております。でこれが簡単にバインダーが製作できます。これも自動バインダーという機能を使えば瞬時にこのようにできるようになります。でまたバインダーと製品形状ですね、バインダーと製品形状を結ぶ余肉という部分がここでまたすぐにできるようになります。それが終わりますと、次に、パネル、実際のパネルの大きさをここで決めてもらいます。それが終わりますと、まずプレスがどんなプレスかを決めていただいて、プレスストロークと決めていただいて、その次にドロー、金型の設定をしていきます。次順次トリム、トリム、スプリングバックの設定もしていただきます。それが終わりますと、次にも計算ですね、計算をかけていただいて、最後にこう評価という形になります。これがドローの成形後の評価になります。でここに色で、示されていますが、このように色で、割れとか、ここはシワが出ているとかっていうのが大体ここで分かるようになっております。ここでいうと、この赤い部分が今割れているというところです。緑のところが今成形性が一番いいような状態になっているところです。はい、で一応評価の機能としましては、これ以外にも A と B を瞬時に比較することができます。状態がすぐに分かるようになっております。緑の範囲が今ちょうど割れを、決めているところなので、ここと同じ部分がまたすぐに出るようになってますので、修正前、修正後と並んでおけばどうなったのかっていうのがすぐ分かるようになっております。ここもこれですぐ出ますので、簡単にこれで評価ができるように今なっております。一応こんな形です。